その瞬間、少々リンケル、せーの、あー、俺お久しぶりです。よろしくお願いします。お久しぶりです3年ぶりですね。3年前の夏に訪問させていただきましたけども、はい、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。以前の伊沢先生シリーズは説明欄に載せておきます。バーンズパスや合わせの解説必見です。今日はどういう形で進めていきますか。普段の練習から入りますけれども、キーワードはビッグマンに対するディフェンス、はい、これがなかなか他のところではあんまりやってないことなので、ちょっとそれを皆さんに紹介したいなと思って、それをちょっとメインに考えてます。どのポジションでもそういうケースあると思います。そうですね、気になる内容です、はいはい、だから小さい選手でも大きい選手をやっつける、うん、それをテーマにやっていきたいなと思います、うん。まずはボールキープ1対1のいろんな種類やっていくから、ボール持ってる人はピボット踏みます。で、できるだけボールを遠くへ、で、それに対してボールをタッチ、そうで、タッチしたら次また遠くへ、できるだけそのディフェンスを動かすように遠くへ。で、ピボットの時にそのトラベリングしない、こういう風にならないように、ちゃんとトラベリングしないようにピボットフットで、ボールをここじゃなくて遠くへで触らせる。で、またで、まずここから行こう、はい、ゆっくりやってください。早くやっていいよ、ゆっくりやっていいよ、ゆっくり大きく、ゆっくり大きくですよ。で、小さいコンパスやらないよ、大きく大きく大きく、はい、ゴー、ボールを遠くへ、ボールを遠くへ。てか、ダブルチーム食らった時とか逃げるように、ディフェンスは追い込むように、ボールの移動距離大きく、そうそうそう、OK。分かりやすいのはサークル、オフェンス、ディフェンスのような中に入らせないようにお互いに押して守る、まあ、ボックスアウトみたいな感じ。膝を折ってこう重心を低くして、で、中に入れないようにこうボールから遠ざけるように、こう後ろの人は押す、これ来られないようにこらえて押し返す。こうやってこう広がって、速くてはいらない、これ押し合いをすること、押し合いで、ゆっくり押してあげる、ゆっくり押してあげる。ボール上げてもらって、それを取るんだけど、リバウンドって両手で取りに行くんじゃなくて片手で取る、触ったら素早くそれを移動させて顎の下、こっちで取ったら移動させる、これこういう風にしてそのまま上げておくんじゃなくて、必ず素早くボールを動かす、リバウンドはスピード、動かす、ボールを動かす、人に投げてもらってこうで返して、もう一回で逆の手、ボール触ってから引っ張るの早く、取る人が取れるか取れないかぐらいのところに、微妙なところにボールを置いてあげる。だ、こういうふうにやっても意味がない、取れるか取れないかぐらいのところで、ぐらいのところで、おお、で、取れるか取れないか、微妙なところにやれるかどうか、これもパスのセンスだから、この距離感が分かんないとカットされるカットされないっていう距離感が分からない人だ。投げる方もセンスが必要、今度は逆、カットしていく、後ろから見えないところカットするんだけど、ファールしちゃダメだから、ファールしないように手首のスナップ で、こういうところから下からポンって渡して、今度逆からで、ボール持ってる人はボールいろいろ動かす、そういうところからポンポンで、ボールだけカットできるように、こういうふうにポン、上でもいろんなボールはいろんなところに与えてあげて、まあ、マンツーマンでも1対1じゃなくてヘルプのやつがこうカットする、うん、それが今度は、ゾーンした時に見えないところからカットしに行くっていうのにつながってる。まだこのチームにはゾーン教えてないんですけども、うんうん、ゆくゆくはそういうふうにやりたいっていうところで、うん、いろんなところから手が出てくるっていう、オフェンスに恐怖感を与えるっていうところの練習、うん、でもファールしちゃいけないので必ずファールをしないように、うん、ドリブルカットするんだけど、ドリブルしてる手、ドリブルしてる手をやっぱ叩いちゃうファールになっちゃうから叩かないよ。審判の目から見ると、手に近いボール、こ
ここをボールだけ叩いたとしても手を叩いてるような雰囲気見えちゃう。だからファール取られちゃう。だから下ドリブルしたところのショートハンドを叩く。手のこの辺かな、この辺に当たればいい。ボールだけ追っちゃうとこう触れちゃうから、どっかで引っかかってくれればいいわけ。ボール見てなくて最初の1セットはこう高いドリブル、次の1セットは低い膝下、より難しいけど低いところ、ショートワン低いところ、今度ブロックショット。多くの選手はシュート打つときにもらって構えて1、2、3、1、2、3のリズムで打つから、まあ、それを変えるために2で打ったり1で打ったりするっていうのはいい選手なんだけど、大体の選手は1、2、3だから、だからそれに合わせてブロックショットしよう。ここにボールがあります、ここを叩く。これたとえボールだけ叩いたとしても審判の目から見るとファールになっちゃう。なんとなくここを叩いてるようなイメージになって、たとえボールだけしか叩いてなかったとしてもファールを取られるケースがいっぱい。多分いろんな人も経験あると思うんだけど、え、ボールしか叩いてないよ、だけどファールを取られるっていうケース。ここ叩くんじゃなくて、このシュート打ったこの先、この先を叩いた。シュート放たれた後、構えたところをブロックショットするんじゃなくて、ここを叩くんじゃなくて、ここ、この先、これに対して叩いてる。しかも内側の手だと、これも当たりやすい。だから外側の手で、こう。体勢が遅れたら絶対ブロックショットだからね。手を上げてディフェンスなんてブロックショットだよ。こういう大きい選手がリバウンドを取ります、両手で取るような、両手だと打点も低くなるし、まあボール触られやすいから片手で取りなさいって指導したけど、下手は両手で取る。これを叩いてあげる、こうやって、うん、取る。これこの瞬間リバウンドの高さでこうやって競り合って取られるって言うんだけど、その瞬間こうやって取らせるときにこう遅れてもボール叩けるよ、こう取らせといって、その着地の瞬間取る。着地したところは低くなるから、ストリートファイターズの昇竜拳似てる若い人分かんないかもしれないけど昇竜拳下から狙うわ。カモン、おお。シェーディングしてる、やばい、あこちゃんおっちゃんです。軽いやつだ、軽いやつ壊れちゃうよ